Welcome. ここら辺つまんない。ダメ。私にとって。あ、ちょっと待ってくださいよ。これなんですか？これ。これ顔ちょっと届かないんだけど。あ、OK。あの木々が台風が来ると縛らなきゃいけない。今ね紐でやってるんですけど、日にちが経ってくると風なのか摩擦なのか擦り切れてきて、なんか雲の巣みたいにヒロヒロになって、嫌だなと思って、これが欲しかったの。こういうの見ちゃうと私ね、もうね、これが便利。普通版画やるときこのぐらいのでやるんです。これはもう普通のベニヤだから使えないけどね。こっちが外面ですね。こっち、これはもうあのウォールペーパー貼ってもいいし塗ってもいいし、これはデコラですね。こういうのがデコラっていうのよ。こういうふうにこっちがツルツル面なの。こういうの割と仕事しやすい。ほほー、すごいな、すごいな。あ、もうこれでほらいろいろなものこれ作れますよ。もう素晴らしいな。これ買って帰ったらえらいことになっちゃうな。これ3週間ぐらい出てこないんじゃない。おお、足、これを使っていい。これ今ね、机の上に板を乗せてちょっとこう延長させようと思ってるんだけど、段差がちょうどこのぐらいの、それ発泡スチロールの買っていただいたんだけど、ちょっと動くのよね、軽いから。だからこれだったら動かない。4つあれば心配ない。もう買わない、終わり。これのね下にね、あのさっきの滑らないのくっつけて、それで板乗っければもう完全に滑らない。おー、頭がいいものあるわね。これ中のこのヘリっこのところが、こういうののヘリが洗えるんだわ。こういうね、お粒のいいものやっぱりね買いたいですね。こんにちは、お願いします。結構我慢したんだ、買わないように。コーナー買っちゃった、すいません、我慢できませんでした。食べ物はどこだ？食べ物はどこだ？ないのよ。これ全部食べ物じゃないのよ。じゃねでした。食べ物じゃありません。食べ物じゃないけど、ちょっと見てくれる？ホームセンターに行ったのよ。そしたらこんなに見て見て、これ。これなんかわかる？これ。耐震だ。地震があった時に、あなたたちの頭の上に物が落ちないようにね。これでほら、全部家具をピチッとくっつけなきゃいけない。わかる？ね、やっぱ本当はね、テント防止のものはね、クリアが欲しかったけどね、ブルーしかなかったの。はい、これは何だかわかる？これ、はい、これ、はい、これは USB の何？差し込み？でね、これ見て見て、アポ、これ、ここ、タイプ C が入ってるの。タイプ A ともタイプ C があるから、これ持ってたらね、あのこの時計もすぐチャージできるのよ。わかる？わかんないね。でもね、あんたたちのご飯は私のこれの時間でお教えしてるんでございますのよ。これわかる？なんで養生テープ買ったかわかる？今度台湾また行くでしょ？じゃあどうぞ。じゃあこっち来て。こっち、1、2、3。はい、じゃあそこでお座りしてて。ありがとう。で、これはね、台湾が日本の養生テープがすごいって言うんですよ。日本の養生テープはきれいに剥げて、そしてまた止まるっていうんで、もうこれ、
まあ差し入れる方にもよるけれども、欲しがる人がいるので私はいつも必ず買ってきます。これはねものすごく頭がいいの。もうこう大きくなったり、こうなると太くなるの、太いあのものもこうやって掴めるの。それで一つやる、狭くするとちっちゃいのも大丈夫。わかる？そうそうよ、あなたたちのハウスもこれで綺麗に直せるのよね。そうでしょ。それからこれニコたちの頭の上にね、ほら台風が来たりしたらあの木が倒れると壊れじゃない。これでねキュッキュッって縛れるの。今まで紐だったからちょっと心もとなかったけど、これでも OK よ。ベランダ OK よ、ベランダ OK よ、行かないでね今ね。それからあの猫グラス、猫草、あれほらこう4箇所こう止めとかないとふんって引っ張れないでしょ。これで穴開けるの。見る？どういうものか見る？興味ある？ありがとう。あなただけね、他の子はちっとも興味示してくれないわ。ニコちゃん、あなたがいると助かるのよ。ありがとうね。ちょっと待って、ほらこれ頭とか私持ってるからね、ここ危ないの、この分は危ないの。あら、みんななんか食べ物だと思ってきちゃったわね。今の音は違うのよ、これは違うのよ。これでね、くっと開けて紐で縛って、であなたたちのあの草がね、まあ、食べられるようにしてるの。もう一つね、これね、湯たんぽの、わかる？湯たんぽ、アイリスよく頭乗せてるね、湯たんぽの上にね。これちょっと大判にしたので、これね、お湯を入れて、そしてこの袋に入れて、お腹でこうやって抱えながらテレビ見てると1センチお腹が小さくなったってお友達が言うので、私もやってみたいと思います。ただ抱えて見てるだけなんです。それでここはね、なんか油が溶けてちっちゃくなったって。信じないってあなた、信じてよ。私やってみるから、効果あったら言うわね。ね、これ湯たんぽで買ったので、キャッキャッキャッと嬉しかったのはこれです。これこんなの普通にみんな買わないんだけど、私は絵を描くので紙にこのまっすぐ引かなきゃいけないとかある。その時にね、短いともう何回も何回もずらさなきゃいけないとか、すっごいややこしくなっちゃって、そのうちになんか行ってる時にちょっとずれちゃったりすると思う。結構何ポケットの中入ってるそれでね、この長いのが1メートルあるんです。これだけあるとだいたい160から170ぐらいで線引けば全部 OK なので、これで2回で引けるので、3回もやらないですもん。これはね、どこのホームセンター行ってもなかったんですよ。今日はね、これがもうすごい危機としてる。これとそのこのカラー針金っていうのが一番今日の喜びかもしれない。でも他もなかなかね、諦めきれなくてね、買ってきてしまいました。そしてこれ何だと思いますか？これね、ちっちゃなブロックね。でこれ私ね、あの、絵を描くときにベニヤ板を乗せて、それで大きい、ごめん、大きくないと大きい絵が描けないので、でこれをあの上に乗せたとちょっと低かったんですよ。あら低いわね、あと10センチはなくても結構5センチくらい欲しいなと思ったら、これが見つかりました。これを4箇所にこう置いて、それでベニヤ板を上に置いて、もちろんこれ滑らないようにするんですよ。ちゃんと滑らないあのマットを引いて、そうしたらね、描ける、擦ろうと思ったら擦りもできるぐらい、これはすごく硬くて重くてよろしい、重い、まあ普通ね。そしてどこに行ってもなかったら、ホームセンターにありました。これ、シャーマンの草があるので、ね、シャーマンがこう調合した草があって、カナダのシャーマンがやあの持っていたそのメソッドというか、それをですね、カナダ人の人が体にすごくいいっていうんで、それを、商品化したの。で、それを私買ってあの煎じるんです。煎じて一晩置いて、またもう一回熱くして、でこれも熱くして、それでこして入れるのね。こして入れたものを熱いのよ、こちらも熱い、中身も熱い、同じ熱さで、それでクッと閉めると、これがあの真空パックになって1週間飲めるんですね。外に置いてたらいけないから冷蔵庫にいるんですけど、それを入れるのがガラスじゃないとダメなので、最近みんなプラスチックなんですよ、どこ行っても。いやもうこれ見つかった時には嬉しかったわね。はい、何があった？あと、あんな
さ、日本は優れてますですね。これ見てください、ヘリッコ、あのストレーナーの排水口の底にぴったりフィットしますって書いてあるんですけど、あのいわゆるこう角になってて洗えない、そういうものはこれがものすごい、このピッピッってなってるこれがすごい役に立つと思います。これすごい嬉しいね。そして皆さん知ってますか、風邪ひきそうになった時はこれを胸のこの下がったところね、ここに一つと、それから背中に風邪の穴ってあるんですけど、ちょうど肩甲骨の間のちょっと上のところ、そこに貼るとすっごい熱くなって風邪がどっか行っちゃうというので、これは夏でも冬でも、自分の体の横に置いています。これがね、なかもうね、マスクがなくていいのかなと思って書いていなかったんですよ。そしたらまた皆さんマスクを大勢の方のところではするようになったので、私もこの白いのをまた買って絵を、っていうのは他の茶色とか全部残ったんですけど、白で絵を描くのがなくなっちゃったんで、これちょっとまた描いて、大勢の皆様のとことか病院に行くときはこれをつけていこうと思ってます。これね、 お菓子だと思うでしょ、この音違うの、ごめんなさいね、なんだだって失礼しました。ということで、本当は3つって言ったのが22点も買ってしまいました。ダメやね、私ホームセンターに行ったらどうしても止まらない、それでもこれでも我慢した方です。というわけで今日はホームセンターに行ってまいりました。何かあの皆様コメントがあったらぜひとも寄せてください。いいねでもいいですよ。そして登録してくださいね、下のところポチンとすると登録できます。ということで今日はここら辺でお別れします。みんなも行ってホームセンター。それではチャオ。